わ、出た、ほら。もう一回ね、編集してこの続きは撮ってきます。しばらくお待たせしました。というか、こっからね、第2部。こちらをやってきます。まあ、これはこれでいいか。で、行きましょう。先ほどのね、クトゥルフが50で、あと2体が35、というところからのスタートか。で、あと260いけますんで、いきます。テーブルがいいテーブルになっていればいいけど。ね。何もなしと。次。さっさと行きますよ。バンバン。1回で1体の比率でね、まあそれ以上来てたらいいのかなっていうところなんで、まああえてお願いとかね。おお、やった、リリム4、ラク4よ。次、サジが1、OK、2体いれば上等。金の玉を置こう。1体目 OK。 2体目も本当にいい、いいじゃない。うん、リリムのラック2と、サージのラック1、クトゥルフのラック1の、リリムのラック1、いいね。OK。ここまで来たらね、なんとか、クトゥルフはラック50になってるんで、まあ、なんとかやりきりたいですね。よし、クトゥルフラック1の、サージがラック1。ここ、決めましょう。90連だと。よいしょ。サジ。今テーブルが丸いかな。サジがラック1だ。ラックが弱いですね。かなり。サジ2体。よし、どうだ。ラック1。どうだ。ラック4。いいね。やっぱ確率の差というかね、こう。アルゴリズムっていうのはありそうですね。プログラムで変更して、まあ、時間によってだとか、それを、なんていうのかな。まあ、月曜はこうだとか、火曜のこの時間っていうのは、おそらく、あるでしょうね。
狙ってそのテーブルでやられたらね、リリムラック2、サジがラック1、クトゥルフがラック2、OK。バンバン出られちゃうんでね。それが今、情報がね、拡散するのがものすごい早いんで。Twitter、Facebook、まあ YouTube もそうですしね。まあ他にも Google プラス、LINE、Vine もそうかな。ツイキャス、まあ、とにかくいっぱいありますね。サージがラック1位。どんどん行こう。あと140。よいしょ。なんと0体よいしょ。一気にやるもんではないのかな、これね。ちょこちょここう、こまめに楽しみながらやるのかな、みんな。全くなんか出てこなくなってきましたよ。まあ、なんだろう。星4のキャラがね、バトルしなくても落ちてくるのはいいんですけど。これにばっかりボックスが占領されてます。あらー。まあ、なんとか3体。3体出てきましたね。クトゥルフラック1。リリムがラック1。サジが1と。どんどん行きましょう。あと100。よいしょ。なんだ、サンドマン0体だね。よいしょ。ひょっとしたらね、土日とか偏りが出るかもしれないですね。学生たちが、お、すげえ、金の玉が7個よ。サージ、リリム、リリム、あれ何これ。あ、サジリリムか。ラック2のラック1ね。いいね、上等。よいしょ。サジのラック1。リリムのラック2。まあまあまあ、3体分出てきてればいいのかなっていう感じはしますけどね。ラック合計で3ずつ落ちてくれれば、まあ100回で30なんで、うん、まあね、いいのかな。ひょっと、クトゥルフのラック2、OK。目がしょぼしょぼしてきます。0体。どうだい？この辺でちょっと逆にといかないかい？あと残すとこ50よ。これ合わせて。わお。これテーブル悪そう。今。よいしょ。サジの1か。何だこれ。ガイア。
もう残すとこ30だよ。なんと0体。亀がねものすごい数出てますね。よいしょ。いやー、ゼロ体だね。もうとうとうストライクショットっていう声がなかったですね、一度も。まあ、シングルの時は多分ないと思うんですけど、あるのかな。ありゃー、今テーブルが悪そう。ちゅうことでね、0体0個になりました。で、こっからね、重ねてみたいと思います。ギリムがね、ラック50。よし。一番と。クトゥルフが、ラック58？見えるかな ?58。ちょんと。なんとかね、サジが52だったんで、3体ともね、50を超えてきましたね。よかったです。で、まあ、合計としては555プラス150近くやってるんで、600の700か。700以上やって、これぐらいですね。なんと、どうなんだろう。700で50超えてるんで、プラス700だから、あと800ぐらいやればね、なんとかなるかなと思います。皆様もね、これみんな大変だと思うんですけど、なんとか運極をね増やしてって、今後にね生かしていきましょう。ではでは、健闘を祈ります。バイバイ。